Hello there! 始まりました、モリティスチャンネルです。ですね、初の神戸からのですね、この神戸のアパートメントのですね、からの、放送になると思いますけども、本当に、ね、最初のウィークが終わりましたですね。大変でしたね、神戸生活スタートなんですけど、いやー、本当に1週間しか経ってないんですけど、もうまるでですね、2週間ぐらい経ったように感じますね、本当に。それぐらいたくさんですね、まあ、授業で情報量がいっぱいあって、課題がたくさんあって、で、模擬授業して、みたいな感じ。模擬授業じゃないのか、本当の授業ですね。するっていう感じでしたですね。本当に大変ですけども、まあですね、ここからやっと first weekend ですね、初のウィークエンドでいろいろとビデオを編集していけるんじゃないかなと思いますね。では、まずはですね、Let's take a look at what I did on the very first day in Kobe ですね、最初の日をちょっと見てもらおうかなと思います。ね、どうぞ。現在5時半ですね。羽田のご飯食べるところはみんな6時からなんで、食べれません、何も。このスナックぐらいしか食べれません。一睡もしてないので眠いです。はい、ウィークリーマンションに到着しましたね。まあいろんなものを置いてあるんで結構便利な感じですね。ちょっとやっぱ前住んでた人多分喫煙者だったんでしょうね。多分なんかその匂いだけがすごく気になりました。灰皿置いてありますもんね。そこがすごくちょっと気になるかなっていうぐらいですね。あとはまあ必要なものはちょっと買い揃えたいと思います。はい、買い出し行っていろいろ買ってきましたね。まずスリッパがなかったんで、絶対スリッパなきゃいけないなと思って買ってきました。で、まあタバコの匂いちょっとするんで、一応消臭のやつをなんか買ってきて、あ、このコーラはなんか初めて見たノンカフェインだったので買いました。で、普段はあの矯正のマウスピースみたいなのつけてみて、水しか基本的には飲めないので、家に置いとく水とその学校通う時に持ってく水ですね。で、ですね、クリアクリーンですね、歯磨きの後のやつで、そうですね、フェイスウォッシュ2つですね、泡のやつと、あのあれなんですよ、あの風呂場とあのシンクのところですね、そう別々にしないと取るのめんどくさいので、いつも必ず2つ必要です。で、花粉症シーズンがやってくるの です、ね、このアルガードだったりとかですね、アイボンの花粉症用バージョンとかティッシュですね、買ってきました。で、だったそうですね、喉をちょっと調子悪いんで龍角散とか、だとあの風呂上がりとかのやつですね、クリーム、ボディークリームと、洗濯機の洗剤なかったんでそれ買ってきました。とりあえずこんな感じで、はい、これで多分生活できると思うんです。シャンプーとかコンディショナーがついてたんで、いよいよですね、神戸での生活がスタートします。はい、こんな感じでですね、神戸生活始まったわけですけどもね。まあ、この後ですね、これが、この間の日曜日、そうですね、着いた時の映像なんですけど、そこからですね、もう毎日、まあ、12時間ぐらいは英語の生活ですね。もう授業では、そうですね、8時間半ぐらい、ずっと、休み時間もずっとそうですね、課題やってたりとか、あとは、周りのクラスメイたちと、話したりしてずっと英語なんで、で家帰ったら課題を2、3時間とかですね、なんてちょっと大変なんですけども、そんな生活を送っています。まあ詳しくどんな生活なのかっていうのは次のビデオでちょっと話したいと思います。はい、見ていただきありがとうございました。 Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.